Hello everyone. I'm Misako Aoki. I'm glad to see you.カワイイ大使になったのは2009年の外務省任命のカワイイ大使になったんですけど、もともと読者モデル、キラという雑誌で読者モデルをしていたのがきっかけです。そうですね、やっぱりロリータファッションは大人になってもお姫様になりたいという願望は誰しもあると思うんですけど、それを叶えてくれるファッションだと思いますので、お姫様みたいな態度、おしとやかな態度を心がけてます。ロリータはすごくカテゴリーがいっぱいあって、代表的なものだとスイートロリータ、クラシカルロリータ、ゴシック&ロリータ、あとまあ、いろいろいっぱい あるんですけど、でも、ファッションを楽しんでいればどのカテゴリーに当てはまろうと当てはまらなくても自分のその好きな組み合わせで楽しんでいけばいいなと思ってます。いや、特にファッションは別にないと思います。自分が好きなものを何歳になっても着続けるっていうことがいいと思うので、年齢で制限する必要はないと思います。そうですね、ロリータファッションのモデルと看護師の仕事はだいたい月半々ぐらいでやっていて、ナースはナース服を着て、ロリータはロリータファッションを着ているので、ファッションによって気持ちを切り替えて仕事をしてます。ずっとそうやって生きてきたので感じないです。そうですね、本当にいっぱい、私も去年13カ国行ってるんですけど、その国必ずロリータさんがいるぐらいロリータファッションが全世界に普及していることは日本発祥のファッションなのですごく嬉しく思ってます。そうですね、日本ロリータ協会今3000人ほど会員数がいるんですけど、 もっと1万人とか何万人っていう会員数が増えて、もっとロリータファッションが世界中に浸透して、今まだコスプレとちょっと混同されがちなんですけど、ファッションとして確立していくことが素敵な未来だと思います。結構目立つファッションなので、最初はアクセサリーとか小物系から始めてもらうか、あとはダークカラーの茶色とかあと黒のお洋服からだと始めやすいです。ロリータファッションをいっぱい着て楽しんでください。バイバイ。